おはようございます。隠居 DB 総会塾の久保でございます。明けましておめでとうございます。2020年もどうぞよろしくお願いします。まあ、総会塾はね、2020年も新たなる進化を遂げて多くの方のお役に立てるように、どん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 ね、ビジネスの方ですとか情報発信の方とかさせていただこうかと思います。まあ、2016年から2019年まではまあ、隠居ということをテーマにですね、ビジネスを行わないような情報発信をしていましたけども、今年はね、やっぱりこれからビジネスをしたいという方の方のためにもですね、私自身もビジネスをね、どんどんやっていってお手本を見せていこうかと思うんですよね。ちょっと偉そうな言い方になりますけども、その一つが YouTube ですね。私は YouTube チャンネル登録者1万人ほどになりましたけども、これをですね、10万人ほどに拡大していこうかと私は予定しております。それに合わせてですね、あ、伊波さんどうも、沖縄からおめでとうございます。よろしくお願いします。それに合わせてですね、YouTube をしっかり取り組んでいこうという方のために、チャンネル登録者1000人の壁ってのがありますよね。1000人以上のチャンネル登録がなければ、まあ、有料化にならないわけなんです。広告がつかないわけなんですよね。報酬が入らないということになりますけども、私はそのね、1万人のチャンネル登録者数の皆さんがいるということから、皆さんにね、YouTube をしっかりやっていこうかという方のために、1000人のチャンネル登録者数を増やすために協力できるんではないかなと思ってるんですよ。まあ具体的には私のチャンネルの中で、チャンネル登録をね、これから増やしていきたい方の紹介をどんどんしていくという方ですね。例えばチャンネル登録者数が200人とか300人の方に対して、私の1万人のチャンネル登録者数、そして私自身が10万人を目指してるわけなんですよ。今年から10万人目指してますからね。銀の盾がちょっと欲しいなと思いまして。まあその中で私がその200人とか300人のチャンネルをお持ちの方を紹介していくことによって、少なくともですね、何人か何十人か増えると思うんですよ。これを繰り返していくことによって、チャンネル登録1000人をたくさん作っていきたいなと思ってるわけなんですよ。で、二つ目の取り組みは、私は3年間、隠居というね、時間を費やしたのが FX です。FX はまあマスターしましたね。ついにですね、FX で無敵になったと思います。2017年は全く勝てなかったんですけども、2018年は432万の利益を上げることができまして、そして、2019年は1000万超えるかなと思ったんですけど、残念ながら超えずに800万少々になりそうです。まだ集計はしてないんですけども、820万ぐらいになるかなと思います。どうですかね、倍増したわけなんですよね。で、この FX の手法は私はですね、4対6ってやつをやってるんですよ。4割負けるけど6割、6割勝つよねって形で、差額の2割で利益を残していこうっていう手法なんで、まあなかなかね、ハードルは低いのかなと思います。考えてみれば FX って適当にやっても五分五分なのに、一生懸命 FX 学ぶと9割が負けるっていうね、おかしな状態になってるわけですよ。私はね、常に勝つっていうのを目標としているわけではありません。4割は負けるけど、6割ぐらい勝てるかなっていうことで、おしなべてみると、この差額の2割でですね、利益を取っていけるという形で十分なんではないかなと思ってるんですよ。まあそういうふうなね、思想の方は、私の放送、速稼塾の方ね、入っていただいてみればよろしいかな、見ていただければよろしいかなと思います。その他ですね、3つ目は、海外銀行金利のこのレバレッジを使っていって、徐々にですね、生まれた余剰資金を外国の金利に突っ込んでいって、しまいにはですね、私が今やってるみたいに金利とか利回りで暮らすっていうことを、まあ2年とか3年かけて作っていければなと思うわけなんですよ。そうなんですよね。やっぱり銀行の預金とか金利でやっぱ食べていこうと思うと、例えば毎月30万とか40万が必要だとしたら、それなりの金額を入れとかないと、このいくらね、高い利回りでも生活費までは捻出できないんですよ。そのためにビジネスを鍛えて、 YouTube をやって、 FX をやって、種銭をどんどん作ってですね、それをどんどん銀行に放り込むってことを繰り返していかなければなりませんので、徐々に自由な暮らしを手に入れるという、そんなコースになってますよね。で、2020年の速稼塾は4月1日からは全額全納という形に取らせていただきます。で、現在まではね、速稼塾の費用ってのは30万で、頭金3万円を入れていただければ30年の間の分割いいですよっていう風な形だったんですけども、まあ3月の末までね、こちらの速稼塾の適用を受けた方は影響を受けませんけども、4月1日から速稼塾の入塾を検討されている方は全額45万全納になります。値段も上がりますね。全部事前に払っていただいてスタートということになりますね。それではですね、速稼塾のご挨拶とご案内はこのぐらいにしまして、今日はですね、年末年始で大きな事件と言いますと、カルロス・ゴーンさんがね、この国を抜け出してレバノンにもうね、避難しているというね、なかなか面白いですね、このニュース。あ、矢野さんどうもおはようございます。本年もよろしくお願いします。ね、レバノンにカルロス・ゴーンさんがいるわけですよ。まあこのルパン三世みたいなのかなり痛快ですよね。で、今回ね、今年から私もね、アシスタントを雇うことにしたんですよ。アシスタントを雇って、こういう時事ネタとかね、
こう、緊急ニュースっていうのは、そのアシスタントに読んでもらおうと思うんですけども、まあ、これはですね、完全にライブは無理なんで、録音になってきます。録音、録画になってきますけども、YouTube の方をご覧いただいている方は、私のアシスタントのね、アリスちゃんっていうのに今日はお願いしたんですけども、アリスちゃんにカルロス・ゴーンさんのニュースをこれから読んでもらおうと思いますんで、ライブ放送の方はここで終わっていただいて、YouTube をご覧の皆様はこのね、ライブ放送の次にアリスちゃんが読んでくださいますんで、そちらの方をご覧いただければと思います。それでは、アリスちゃーん！ご隠居さん、番組をご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。AI アリスです。今年最初のニュースは、レバノンのカルロス・ゴーンさんについてのレポートです。どうぞ、よろしくお願いします。現在、レバノンの首都ベイルート中心部にあるゴーン被告の住宅前には、31日、国内外の報道陣が集まっています。一部、迷彩服姿の治安部隊が警備に当たり、一帯には、物々しい雰囲気が広がっています。街頭も住宅内に人の気配はなく、明かりもついていないようですが、近隣住民によると、最近は、ゴーン被告の妻や家政婦が時折出入りしているということです。レバノンでは、ゴーン被告の帰国を歓迎する声が非常に多いです。例えば、青果店を経営するジョージ・マジュガラーニさん35は、知名度の高い人が逮捕、拘留という扱いを受け、罪はもう償ったと見ている。レバノン国民としては、帰ってくるのは大歓迎だと話しているようです。また、精肉店主の男性、58は、日産を再建させた日本のヒーローを泥棒扱いしていたと日本を批判していますが、同様のムードが国全体にはあるようです。その他市民の間では、ゴーン被告が、海外渡航が禁じられている日本から出国したことについて、新しい我が国の英雄だとして話題になっている声も多いです。皆さんはどう思われますか？それにしても、ルパン三世並みの脱出劇ですね。将来映画になるかもしれません。では、ご隠居さん、あとはよろしくね。